対する大観衆。しかしチャンピオンが攻勢に出る。挑戦者め立ってること自体が奇跡なんだ。それ以上の奇跡はありえねえんだよ。思う存分暴れてくださいよ。自慢させてください。なせばなるだによ。水が伸びて。ジジイ。なんだ目のせいか。なんと当選者の目。かんねえよ。俺たちだって見たことねえんだ。本当に切れた。今度は逃さない。左へ捕まえ。意識飛んでるはずじゃ。なんであんな動きができるんですか。奴への本能のみで動いてるのさ。ボディーバーに拳がめり込む。ガラキの顎に刀が突き刺さろう。そこは類を見ないが、その実力が分散する。しかし理にかなった攻撃だ。人間を撲殺するための。控え室の会長の言葉を思い出しました。今高村さんの拳に宿ってるんだ。高村さん逃げー。また急所ば間に合わない。間違いない。こいつ、おっとチャンピオン膝をついた。ダンダー勝つな。出さないで。フリー。俺様が倒したのか。ワイ全然覚えてねえぞ。おい、こんな思いスラムでも味わったことなんて初めてだ。どうせよ勝っちまうだろうが。立たないで。シャレにならねえ。どさくさ紛れてチャンピオンになったみてえじゃねえか。そしてチャンピオンが今立ち上がった。場内古戦車を止めろ。第7ラウンド終了。予想できません。逆あらへん。次で決めてるわ。本に考えられる。不吉なこと言うんやないわ。逆はない言うたら何や。何も言うまい。全てを一番理解しているのは貴様のはずじゃからな。怯えている。この男は恐怖を感じている。こんな時とか。それに比べ高村のあの重厚なバックボーン、どうだった。どうしても何を言ってもそれが通った。誰もが黙った。みんなそっぽ向いちまう。一番偉いのは俺なんだ。俺がチャンピオンなんだ。姿でアメリカに帰るのか、チャンピオンのまま母国の土を踏むか。追い詰められた野生の未知数に全てをかけよう。セコンドアウトだぜ。やりた焦りを。いや、カッコつかんじゃろ。王様になって帰ってくる。続くのか。この先一体何がある。果たして歴史はない。チャンピオン勝負をかけてきた。挑戦者の強烈な一撃。てめえは強い。踏みとどまって。頼むぜ俺の手足。あまねもう少し。もうだ。しかしなんじゃこの嫌な感じは。行ったれ。止めているのに空気が重くなる。すごく嫌な予感がする。道の姿がこの先にあるはず。て俺そうじゃねえか。もう少しだ。もう少しなんだ。ここへ来て状態そらしじゃぞ。さらに上を行きおった。学習能力の高さか。理想像だ。倒した。これで決まる。ボン。ゼファン、あれだけ苦しんだ状態、完全にわしの手を離れおった。スリー。覚醒した姿はまさに怪物。もはや手は届くまい。しぶてもう上着は悪いぜ。王様の椅子に座ってたのになんで邪魔すんだよ。さえいなきゃ。おい、テンカウントの大合唱だ。板垣君。はい。レフェリーの判断は
心配させやがって。手借りなくても立てるよ。てくれた。何やってんだよ。いや、俺が巻いてあげ。じじ。さあ、そして今。高々と上げた拳が誇らしい。やったよ姉さん、世界チャンプだったんだぞ兄さん。分かってますって。逆はない言うだろ。あれ、当たり前のことなのだが、皆さんがこんなに喜んでくれるとは。いや、そうだよ、英雄が下向いてちゃ様にならないぜ。そっか、そんな俺様みてえになりてんだな。20年後、日本中俺様だらけだぜ。ビンタニン、バカ野郎。物を投げないでください。すぐにベルト返事をしろ。試合だった。これほどの感動は長らく忘れていた。しかし世界チャンピオンのセリフか。全世界に恥をさらしろって。応援してくれねえかな。とにかく、はい、さっさと帰っておとなしくしとる。ゆっくり休むだによ。いい試合を見た後って普通は自分もって気合が入るのに、本当におめでとうございます高村さん。まあちょっくら手こずってしまったが。 なんで生放送に出てるんだ。高村君宛に届いたものなんだけど。なぜ。いいんですか勝手に。ええ、かましねえよ。どうぞ。ええ、この手のところを持つと運びやすそうだ。危ないですよ。あいつ、あいつ、しえ、キムラ、一緒に謝ってくれ。ふざけんなバカ野郎。いただき頼む。高村さんの歌だ。近づいてくれ。うわあ、高村さん、お久しぶりです。どうしたんですか、サングラスなんて。そうですか。有名になるのも苦労するぜ。目立たねえ方法。ああ、俺様の銅像待ってたんだよ。楽しみにしてたんだよ。腕組みまでしちゃって。そこでだ。3万円だ。華やかなイメージあったから、てっきり中流家庭以上のお金持ちの子だとばかり。稼げるようになるまでどうしても後に引けなくって、だから一つずつ頑張って早く家族に楽させてあげたいですね。あ、さすが板垣くんの妹さんだ。七子です。かわいい。これはありがたい。一歩さんも遠慮しないで平らげてね。あ、たった今。ただいま。おかえり。おかえりなさい人さん。そうなお父さんだ。一家の大黒柱って感じがするな。さ、このイカもいかが。あ、醤油切れてる。多いからな。なんだこの一家。こういう団らんもありかもしれない。しかし本当にまだ何か違う話題を。あのですね、そして大きくもない会社をリストラされ怪我なしと申しまして。団らんに面食らっちゃって。まあ何はなくとも楽しい我が家と。ダメだ、流れを変えるんだ。いや、一歩さんに一本。ほら、アッキンで玉銀を食らう。思わず笑っちまうかもしれない。ある意味最強だぜ。最強だと。同じレベルだ。よう、あんたが板垣家のバカ親父か。そいつはたまらんですな。高村さん遅いですね。あの人もくだらなさじゃ引けを取らないからな。あら、ダメだ。それは耐えた。だが
笑わなかった俺に師匠